今年は新規一転チームを移籍して、クラスも変わりますけども、どんなシーズンにしたいですか？そうですね、今までと違って全日本の方フル参戦ではないんですけど、まあ、今のところ予定している茂木のスポット参戦にその一戦に集中して全力で頑張っていきたいと思います。地方戦とピレリカップ、そちらの方ではどんな結果を出したいですか？そうですね、今現時点では何出るかまだ決まってないんですけど、まあ、ピレリカップの茂木ラウンドは決定してるんですけど、まあ、そこでは、まあ、もちろん優勝を目指して、で、まあ、そこでいろいろ学んで全日本時に生かせるようにしていきたいと思います。まあ、すでに600乗ったみたいですけども、乗った感触はいかがですか？そうですね、正直 GP3 との乗り換えがなかなかうまくいかなくて、やっぱあとは体力面と 筋力面がなかなか結構厳しくて、今ほぼ毎日トレーニングしてる感じですね。はい、じゃあ今年あの全日本で、関野選手が見れるのはとりあえず茂木の第3戦茂木ですかね？そうですね、その茂木とあとはその結果次第で、あとの残りの全日本ラウンドも参戦する可能性もあるので、まあ、その一戦にまずは集中して頑張りたいです。